新年明けましたから、はいはい、挨拶しましょうね。皆様本当にこんなに来ていただきまして、Thank you very much。届いてなかったみたいなのね。なかっただけで Thank you very much ってね、お気に召さない感じなんですけど、僕が話しますよ、そしたら。どうぞ。僕思うんですけども、ちっちゃい頃よく使ってて、大人になって使わないものってたくさんあるなと思って、ね。例えば鉛筆ね。小学校の頃とかみんな鉛筆使うでしょ。でも大人になったら鉛筆ほぼ使わないじゃない。じゃあいらないんじゃないかなと思って、鉛筆かわいそうだな。感情がすごいことになったけど、どうしたの。そんなに感情移入するような話でもない。鉛筆は今きっとこう思ってるよ。鉛筆がなんか思ってる。あなたは自分勝手だった。あの頃私がいつも折れてた。どうしたの。どれだけ身を削ったか。鉛筆の話これ大丈夫。初めて会った時のこと覚えてる？鉛筆と？あなたは私を強く握ってこう言ったの。まあ鉛筆はまあ握るものだからね。これは濃い。色のことだよね、多分。濃さだから。私びっくりしてもじもじしちゃった。どういうこと？鉛筆ってもじもじするものなの？でも一つだけ勘違いしている。何？私はそんなにエッチじゃない。ややこしいな。濃いからね。エッチではないよ、多分。あなたって本当、にびいのね。何なんだろう。何にびいよねって。これが鉛筆の気持ちだ。そういうことなの。鉛筆ってそんなんか面倒くさい感じなの。あいつは真面目で芯のあるやつなんだよ。言いたい放題だね。もう鉛筆にこだわって使ってあげて、まあ、使うのはいいけど、あとさ、鉛筆以外の消しゴムも使わなくなるよね。消しゴム、鉛筆もそうだけど、消しゴムなんかさ、小さい頃いっぱい持ってたりするでしょ。あれ、まあ、無駄だったなって今思うね。私のことを思い出してくれてすんごい嬉しい。ほんと消しゴム出てくんの。あなたは私に言ってくれた。お前は俺のもの。商品名書いてあるけど。それなのに私たちの関係を白紙に戻すなんて。どういう言い方してんのそれ。お前このカス、ひでえな。お前消しゴムからカス飛んできたぞ。消しゴムも使ってあげて。まあいいけどね。お願い。だったらこれは分度器。これはもうね、小学校の頃しか使わないよ。算数の時間で使ってさ、もういらないもんね、分度器。あなたに騙された。は計られた。何度も何度も測られた。意味が違うじゃねえかな、測るの意味が。何度も何度も測るよ、分度器は。ひでえやつだな、お前は。そんな言われ方したくないけど。使ってあげて。じゃあこれは粘土。粘土、粘土なんかね、ちっちゃい頃で遊ぶけど、大人は粘土で遊ばないからね。物置にしまったら粘土は何か持ってないんでしょうかね。お前のせいや、粘土。どういうことだよ。邪魔なやつ引きちぎって、大事なとここねくり回して、遊びやないねんぞ。何もなんだよそいつ。お口悪すぎるだろ、お前。せやねんど。なんで認めてきたんだよ。関西の方なのかな。粘土も使ってあげて。あ、じゃあこれはどう。ピアニカ、わかります。鍵盤ハーモニカよ。音楽の時間にね、買わされて、あんなの小学校ぐらいで使ってさ、もうずっとしまってある。ピアニカだって多分なんか思ってると思うんだよね。あなたは私にいろんなことを吹き込んだ。出てきたよ、ピアニカ。シソドレドレ、それミソドレ、シソドレドレ、それミソドレドレ。ファーン。何の話してるの。音階で喋ってるのか。ミソドレ美味しくなかったの。そうらしい。よくわかんねえから。あのさ、なんで物そんな喋るの。喋るわけねえだろうが。いや喋るよ。どう、なんで喋るんだよ。ブツブツと。まだ言いたかったのか。いい加減にしましょう。ありがとうございました。